皆さん、はじめまして、シャインアンギークと申します。私は、アメリカに住んでおりまして、靴や、アンティークグッズやさまざまなものを、コレクターとして集めているんですけども、今日はこの、私のコレクションの一つである、オルデンのシューズについて、初めて、動画を作って見たいと思います。で、ニューヨーク、私は東海岸に住んでるんですけども、ニューヨークでもオールデンショップ、あるいは、ブルックスブラザーズというショップがあって、ちょっと覗くにしても、ちょっとウィンドショッピングをするにしてもですね、この独特の重厚感というか、重々しい空気がお店にはありまして、いわゆるバリアみたいなものがあるんですね。でとても入りづらい、ちょっと見るにしても敷居が非常に高いというのがあってですね、初心者の方、これからオールデンシューズを買おうという方は、なかなかトライしづらいのではないかなと思います。ニューヨークでもそうですし、東京でもやはりラコタハウスとか、そういった敷居が高い空気があるのではないかなと思います。で、というのも、いろいろな雑誌ですとか、ブログを見てみますと、非常にフィッティングが大切だとか、プロに見てもらった方がいいと、より難しくですね、いろいろ書いてあるんですけども、確かにその通りなんですね。靴っていうのは長い間足に、接しているものですから、やっぱり自分の足に一番合ったものを選ぶべきなのですが、そういったややこしさというか、専門的な、知見がより皆様の、参入障壁、入店障壁を上げていると、私は、そう考えております。簡単にですね、このビデオでは、紹介していければなと思ってます。オールデンのシューズすごい、何百足っていうか、かなり僕、たくさん持ってます。その中で、初心者にとって選びやすいもの、どうやって選ぶべきかというのにフォーカスして、私の持ってる靴を使って紹介していければと思います。まず、なんでオルデンのシューズがそんなにいいのか、人気があるのか、私がおすすめする理由はですね、お安い靴に比べて、パフォーマンスが高いんですね。で、どういった点がパフォーマンス高いかっていうと、3点ほどあります。1つはまず直せる。直して、何十年も履いていただけると。安い靴を履き潰すよりも安いのではないかなと。よっぽど経済的なのではないかなと思っております。もう1つは、ビジネスですとか、対人関係で信用されると。やはり、本来物事の本質というのは見た目やそういったものでは測れないと僕は信じていますけども、やはり、外見を気にしていいものを持っている人は信用ができるとか、いい時計をしているからこの人はお金持ってるんじゃないかとか、ちゃんとしてるんじゃないかなと思う人はたくさんおりまして、そういった影響力の武器を有効に使えるというのは一つあると思います。特にアメリカでは、本屋で立ち読みをしていても隣に立っている男の子がいい靴を履いてますねと話しかけてくることがよくあります。横断歩道でも、信号待ちの間にいい靴履いてるね、よく話しかけることがあります。これが、一般的な人々のものの捉え方なのではないかなと感じております。もう一つはですね、非常にインフレーションに使い、インフレーションに強い資産なのではないかなと考えています。年々物価というものは上がっていく、正常な経済の中で上がっていくっていうのが、健全な姿だと思うんですけども、それになぞられて革靴の価格上昇も進むと考えます。こうやってコード版というのは生産量が年々やはり下がっていて、それに伴いコード版自体の価格が上昇傾向にあります。でさらにオールデンというのは、メイドインアメリカでありまして、安い人材を使って、どっかアメリカ以外で作るということはしません。メイドインアメリカです。アメリカの国内の中で作られています。ですので、人件費をべらぼうに安くするということは、抑えるということはできません。したがって、安い人件費を使うべきではないなと私は思います。したがって、今後もオールデンの価格は上昇するというふうに考えます。つまり価値が落ちにくいということですね。この3つが挙げられるのではないでしょうか。もう1回まとめます。3つ3点まとめます。1つは、安い靴を履き潰すよりもいい靴を直して履いた方がパフォーマンスが高い。2点目が、対人関係で非常に信用されるということです。
第3点目がインフレーションに強い資産であると、どん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 物価が上がっていく中で、この靴たちも値段を上げていくと、そう考えております。ちょっと前置きが、長くなりましたけども、私のですね、持ってる靴を、中心に紹介していきたいと思います。まず皆さんが、お店に入って選ぶポイントですね。まず、革の種類に大まかに分けて2つあります。こちらがカフスキン、牛の革から作られております。でこちらがコード版、人によってはコード版とか言ったりしますね。コード版です。馬の革を使ってます。でオルデンの代名詞的に、言われてますけども、もちろんカフスキンもいくつたくさんあります。まず皆さん選ぶべきポイントはカフスキンにするかコード版にするか、この2点でしょうね。で、コード版を例えば選んだときに次に迷うのが、色です。でコード版の色が、こちらがブラックです。こちらがちょっと今光の加減で見えにくいんですけども、ナンバー8と言われる色です。ナンバー8、またの名をダークバーガンディと言います。でナンバー8が一番多いというか手に入りやすい色かなと思います。黒かダークバーガンディで、ナンバー2、ナンバー4、ナンバー8、あとはウイスキーコード版、ラベロコード版っていろんな色があるんですけども、コード版の色の染め方によっていろんな名前がついてます。その中でも一番オーソドックス手に入りやすいのがこの黒かダークバーガンディ、ナンバー8と呼ばれる色だと思います。最初はこのどちらかの中で選べばいいと思います。はい、続いて、今度靴の形状になるんですけども、まず外跳ね式というのと内跳ね式というのがあります。わかりますかね。この外跳ね式というのは、非常に脱ぎ履きがしやすい、脱ぎやすさを追求して作られている靴です。一方でこちらが内跳ね式ですね。とても見た目が、シャープに見えます。例えばパーティーですとか、ちょっとかしこまった会議ですとか、そういった場面では、非常に、マナーを守っているというかちゃんとした人だなと思われるのではないでしょうか。一方でこちら、外跳ね式は脱ぎやすさを追求されて作ってるので、ちょっとこう遊び心があるというか、日本のビジネスにおいてこれを履いてるから礼儀知らずだとか、そういったふうに思われることはないと思いますけども、厳密にはやはりこちらの方がビジネス向きではあるんではないかなと思います。一方でこちらは脱ぎやすさを追求しているので、外回りをして、お客様のお家に上がる方、また靴を履いたり脱いだりする方、に関して言えばとても使いやすい靴なのではないかなと思います。内跳ね式、外跳ね式っていうのは日本語での言い方ですけども、大体、インターネットですとか、専門的な本を読むとブラッチャーとかブルーチャーって呼ばれたりします。一方でこちらがバルモーラル、あるいはバルと言ったりします。この部分ですね、外跳ね式か内跳ね式か、この開閉部が大きいか小さいかです。大きく、2つのタイプがあります。靴のタイプがあります。内跳ね式か外跳ね式かというところですね。続いて靴のですね、装飾の観点からいくつか分類されます。こちらか、これがプレーン2と言われるタイプです。文字の通り2がプレーンですね。
プレーン、つるっとしたつま先ですね。まあ、これなんか外跳ね式のプレーンというということです。続いてこちらが、この部分ですね、ウィングになってますね。ウィング、これをウィングチップと言います。こういう感じですね、ウィングチップで。もう一つがこちらもウィングチップなんですけども、ウィングチップなんですけど、ここはずーっとこの縫い目が後ろまで伸びてます。こっちはサイドで終わってますけども、こっちは後ろまでずーっと伸びてます。これをロングウィングと言ったりしますね。オールデンで言うと975とかがロングウィングチップ、ロングウィングと呼ばれるものです。ということで、これは内跳ね式のウィングチップです。こちらは外跳ね式のウィングチップ、あるいはロングウィングチップといったりしますね。で、ちょっと変わったものを紹介します。次はこれも装飾によって名前呼ばれ方があるんですけども、メダリオンキャプトゥ、このつま先の部分の装飾がメダリオンと言います。メダリオンのキャプトゥ、メダリオンのキャプトゥということですね。メダリオンのキャプトゥ、外跳ね式、これは、僕のお気に入りのですけども、これもやっぱりキャプトゥ、トゥがキャップされてますね。キャプトゥのブーツです。これ僕が個人的に一番好きな靴です。僕が一番使ってるかもしれないですね、これが。続いてこちらが、これも非常に人気のある靴ですね。着火ブーツって呼ばれてます。型番で言ったら1340、1339っていうのが一番、出回ってる数の多いものになると思います。これはブラックですけども、これの同じくダークバーガンディナンバー8というカラーがあります。まあ、これは非常に使いやすいブーツで、まあスーツに合わせてもビジネスでも使えますし、カジュアルで使ってもかっこいいです。まあ、全部ビジネスで使えます。全部カジュアルで使えます。でもう一つ、ちょっと変わったデザイン、これは、モンクストラップと呼びます。モンクストラップ、これもちょっと今光の加減では分かりにくいですけど、これはダークバーガンディの色ですね。もちろんこれの黒もあります。非常にこのモンクストラップの部分が、印象的な靴なので、ちょっとキザな印象ですね。スーツでももちろん履きます。オールデンの素材や形状による基本的な分類についてお話ししました。この YouTube を見ている方は、やはり若い方が多いと思いますけども、私ははっきり言って、あまりおしゃれに頓着がありません。おしゃれに興味あまりないです。しかし私が好きなものというのは、あるいはあなたが選ぶべきものというのは、価値の上がるもの、価値の上がるものにお金を使いたい、使ってもらいたい。それは結婚相手であっても、友達であっても、不動産であっても、動産であっても、少なくとも価値の落ちないものにお金を使うのがいいのではないでしょうか。したがって僕はかっこいいガラクタにあまり興味がないです。私は良い靴を履いている人を見ると、その人のインテリジェンスだとか、その人の哲学を見ているような気になります。世の中にはおそらく多くの良い靴というのがオールデン以外にもたくさんあると思いますけども、私はやはり今アメリカに住んでいるのでオールデンが好きです。まあ、安いものではないので、そして、お店も重厚なああいう作りのねお店なので、敷居の高い靴ではありますけども、一足履いてみるとオールデンの魅力がご理解いただけるのではないかと思います。皆さんもね、ぜひ一足手に入れて夜な夜な磨いてみてはいかがでしょうか。この YouTube が皆さんの参考になれば幸いです。ありがとうございました。